ナンバーアンダーラインアイがハワイのビーチでダイれバレ。マクドナルド、めっちゃハワイアンバーガーズ新 CM に出演。平野章、神宮寺優太、ガ優裕太がハワイを満喫。マクドナルド新 CM の裏側を大公開。マクドナルドの新しい夏のキャンペーンとして、ナンバーアンダーラインアイ、ナンバーアイが出演するテレビ CM、めっちゃハワイアンバーガーズ編が23日から全国で放映されることが決定しました。この CM は、 ハワイをテーマにした商品全7種類、新商品4種、リニューアル商品3種を紹介し、夏を盛り上げる内容となっています。平野賞、神宮寺優太、岸優太が出演し、ハワイアンな雰囲気を楽しみながら商品を紹介する様子が描かれています。撮影は美術セットで再現された白い砂浜の上で行われ、出演者たちはハワイの開放感を感じながら、自然体で楽しんでいる様子が印象的です。 撮影初日は、平野、岸、神宮寺が白い砂浜を歩くシーンから始まりました。サングラスを外すシーンでは、騎士がやや力みすぎた表情を見せ、平野が、真顔すぎるよ、と笑いながら突っ込みを入れ、その場の雰囲気を和ませました。撮影中、平野と神宮寺が岸に対して見せる親しみ深い態度は、ファンにとって微笑ましい瞬間となりました。 ウクレレの音色に耳を傾けるシーンでは出演者たちが楽器に興味を示し撮影の合間にはウクレレ談義を楽しむ場面もありましたナンバーアンダーライン I の3人は「俺らも弾いてみたかったね」と話しながらも楽しげな様子が伝わってきました CM の中で平野はチーズロコモコを食べ「マジでハワイ」とその美味しさを絶賛ハワイの名物料理ロコモコをイメージしたこの商品に対して 平野は感激の表情を見せていました。騎士はガーリックシュリンプを紹介し、エビのプリプリした食感とサクサクの胃が相性抜群であることを強調しました。騎士はエビフィレオが大好きで、これまでのマクドナルド人生のほとんどで頼んでいると語り、その美味しさに対する愛情が伝わりました。神宮寺はザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズを試し、その斬新な組み合わせに驚きながらも、その美味しさを称賛しました。 ポテトがビーフと一緒に味わえるこの商品の斬新さに感動し、最高に幸せでした、とコメントしました。撮影の裏側では、神宮寺がサクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズを食べるシーンで、平野と岸がバックでふざける姿が見られました。平野は、ジンは一発で決めるよ、と笑いながら神宮寺にプレッシャーをかけ、神宮寺は困り顔を見せながらもスマートにシーンをこなし、 二人のいたずらに対して二人ともやりすぎと笑いながらツッコミを入れました新商品のシャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味を紹介するシーンでは三人が一緒にペーパーバッグをフルアクションで盛り上がりその香ばしいスパイスがついたポテトを試しうまとその美味しさに感動していました撮影の合間にはかつてハワイでマクドナルドを訪れた思い出に触れまた行きたいよねと話し合い ハワイでの楽しいひとときを思い出しながら撮影を進めていました。インタビューでは、平野、騎士、神宮寺が撮影の感想や商品への思いを語り、夏らしいシチュエーションでこの商品を楽しむことを勧めました。平野は、チーズロコモコを海辺のシチュエーションで食べたいと述べ、騎士は、ガーリックシュリンプがハワイの味を思い出させるほど本格的であることを強調しました。 神宮寺は、咲くキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズの斬新な組み合わせとその美味しさに驚き、夏らしいひとときを過ごすことを提案しました。もし一日だけハワイで自由時間があったらどう過ごすかという質問に対して、騎は自然を楽しみたいと答え、平野はマリンスポーツをしたいと話しました。神宮寺は魚を見たいと述べ、シュノーケリングを楽しむプランを提案しました。 三人はかつてハワイでマクドナルドを訪れた思い出を振り返りながら、再びその楽しいひとときを過ごしたいと語りました。夏ってめっちゃハワイやんという CM にちなみ、夏ってやんというテーマについても話し合いました。神宮寺は夏って T シャツやんと述べ、平野は夏って素敵やんと話し、騎士は夏ってなんだかんだ寒いやんと意外な答えを出しました。それぞれの夏の定番についての意見は、 視聴者にとっても共感できる部分が多いことでしょう。最後に、平野、岸、神宮寺は新 TVCM をご覧になる皆様へメッセージを送り、めっちゃハワイアンバーガーズの新 CM の放映を楽しみにしていることを伝えました。7月24日から全国のマクドナルドで販売されるこれらの商品を、ぜひ夏らしいシチュエーションで楽しんでほしいと呼びかけました。また、インタビューの続きとして、ナンバーアンダーラインアイのメンバーそれぞれが、 ハワイでのエピソードやマクドナルドへの思いを語るシーンもありました。平野は初めてハワイに行った時のことを振り返り、その時にマクドナルドで食べたハンバーガーが特に印象に残っていると話しました。岸も同様にハワイでの思い出が蘇り、今回の CM 撮影がまるでその時の楽しい瞬間を再現するかのようだったと考え深く語りました。 神宮寺もハワイでのエピソードをシェアし、特に現地の友人と一緒に過ごした時間が素晴らしかったと述べ、今回の撮影がその思い出をさらに色濃く蘇らせるものだったと感じていました。さらに、今回の新商品についての詳細も話題となりました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、それぞれが試した商品の美味しさを強調しながら、その特徴についても詳しく説明しました。平野が試したチーズロコモコは、 ハワイのロコモコを再現した一品で、ジューシーなパティと濃厚なチーズ、そして新鮮な野菜が絶妙なバランスで組み合わされていると話しました。騎士が紹介したガーリックシュリンプは、プリプリのエビにガーリックソースがたっぷり絡んでおり、まるでハワイの屋台で食べるかのような本格的な味わいが楽しめると絶賛しました。神宮寺のザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズは、 クリーミーなチーズソースとスパイシーなブラックペッパーが絶妙なハーモニーを奏でる一品で特にポテトのザクザクした食感が新鮮で病みつきになると語りました。CM 撮影の裏側ではメンバー同士のわき合い合いとした様子が垣間見えました。平野と騎士が神宮寺をからかう場面やみんなでウクレレを試そうとするシーンなど楽しそうな瞬間がたくさんありました。特に騎士がサングラスを外すシーンでは びきみすぎた表情を平野が、真顔すぎるよ、と突っ込むことで、場の雰囲気が一気に和やかになりました。神宮寺も、二人ともやりすぎ、と笑いながら突っ込みを入れ、その後もわきあいあいとしたムードで撮影が進みました。また、撮影の合間には、ハワイでの思い出話や今後の計画についても語られました。騎士は自然を満喫したいと話し、平野はマリンスポーツを楽しみたいと述べました。 神宮寺は魚を見たいという願望を語り、シュノーケリングを楽しむプランを提案しました。3人は過去にハワイでマクドナルドを訪れた思い出を振り返りながら、再びその楽しいひとときを過ごしたいと話し合いました。ナンバーアンダーラインアイのメンバーは、今回の CM を通じて視聴者に夏の楽しさとハワイの魅力を伝えたいと強調しました。新商品のめっちゃハワイアンバーガーズは、 その名の通りハワイのエッセンスが詰まった一品であり、夏らしいシチュエーションで楽しむことができると語りました。特に、チーズロコモコ、ガーリックシュリンプ、ザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズ、シャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味の4つの新商品は、それぞれが個性的でありながらも、共通してハワイアンな雰囲気を楽しむことができると説明しました。平野は、この度、めっちゃハワイアンバーガーズの新 CM に出演させていただきました。 肉厚ビーフのチーズロコモコエビがプリプリのガーリックシュリンプボリューミーなザクキリポテトビーフブラックペッパークリームチーズってめっちゃハワイアン。さらにシャカシャカポテトハワイアンバーベキュー味が期間限定で登場しますとコメントし7月24日から全国のマクドナルドで販売されるこれらの商品をぜひ楽しんでほしいと呼びかけました。 また、インタビューの中で、メンバーそれぞれの夏ってめっちゃハワイやんに続くテーマについての意見も紹介されました。神宮寺は夏って T シャツやんと述べ、平野は夏って素敵やんと話し、騎士は夏ってなんだかんだ寒いやんと意外な答えを出しました。それぞれの夏の定番についての意見は、視聴者にとっても共感できる部分が多いことでしょう。